あれいつもと服の色違うやん。そうなんよ。珍しいね。似合ってる似合ってるよ、その色。似合ってるよ、その色うん。他の色は似合ってないってことなんだ。違うやん。うーん、そういうこと言うんだ似合ってるって聞いてきたやん。いつも着てる服は似合ってないってことなんだ。そんなこと言ってないやん。ピンクが似合ってないんだ。ピンクも似合ってるって。ピンクのものは一生身につけるなってことなんだ。ここまで言うてないやん。 桃も食べちゃダメってことなんだ。ダれでいいよ。実質桃アレルギーってことだよね。違うよ。桃食べてブツブツになれと思ってるんだ。桃アレルギーじゃないんやから、ブツブツならんやろ。もう顔もわからんくらいブツブツになって、ユーマ認定されたらいいんだ私がおかしくなってきたぞ。捕まえたら1億円とか言われて、全人類が血まなこになって私のこと探らない。る口が高いな。私は誰も信用できず、頼ることもできず、路地裏でかし寸前まで追い込まれるのに。想像力すごいね。そんな中差し伸べられた一筋の希望。 そこには桃の缶詰が転がっていた。物語しかし私は桃アレルギーで桃を食べてはいけない。桃アレルギーじゃないけどなでも命には変えられないと桃を口にする。しかし症状は出なかったのだ。口おかしいなってるやん。そう。私は実は桃アレルギーではなく、ブツブツはプラシーボ効果による症状だったのです。よかったね。こうしてブツブツが治った私はいつも通りの生活を過ごしましたとさ。あ、終わった。ってことなんだ。全部違うよ。はあ、今日も授業だるいなー 早い終わらんかなー授業だるルールルールこ。あれ風邪ひいてるあ,あ、バレたいや、声がちょっといつもと違うなと思って。そうなんよ。喉が痛くて。大変やな。このままじゃ、喉がもっと痛くなってしまう。なその、誰でもわかる未来予知は。あれ僕くんも声おかしないやっぱりうん。別に喉痛くはないんやけど、やっぱ声おかしよな。二人して風か全然うちのクラス風邪とか流行ってないのになていうか、私ら二人っていつも同じ日に風邪ひくよな。一日たりともずれることなく。 でなんこれでなん声入れてるやつが同じやからや声入れてるやつが同じやからや僕も私ちゃんも同じ人が声入れてんねん声優の経費削減ってこと声優とか言うなキャッツはそんな大層なものではない声入れてる人が同じやからその人が風邪をひくとどっちも声がおかしくなんねんああじゃあ今絶賛風邪なうなんやしめじのキーボード使ってるななるほどそういうことやったんやでも裏側お話しすぎただからあれだよな,んやな 5月にあげた、ナンパされたと思ったら作動始まったの動画も2人とも声をかけた。これより、2023年流行語大賞の発表を行います。看板使い回してます。今年も個性豊かな言葉がノミネートされてますね。あー、パーで終わる言葉が流行ったんですかみたいですね。マリパー流行ったんえっと、論破は口論の時に使うやつで、感じじゃないんや。セカパーは世界規模パーティーの略ですね。そんなん流行ってたんや。マリパーはマリオパーティー4の略です。4が今年流行ったんや。 まあ、ビーチバレーおもろいもんな。キンパは近隣住民パーティー4の略です。4作も続いたんや。近隣住民パーティーが。あと、ここら辺全体的に古いですね。流行は繰り返すと言いますからね。刀狩りは古すぎませんかまた流行ってるみたいですね。ゆか塚は古すぎませんかまた流行ってるみたいですね。2>, 2万年ぶりに。さて、ここいらで。ここいらで。流行語大賞の発表です。わくわくですね。それでは、はえある大賞に輝いたのは、あげあげ誇張卵です。おぉ。 知ら,な知らないですか去年のナエポポタンポポも知らんかったけど、今回のも聞いたことない。気分が上がってる時に使うんですよ。申し訳ないというわけでね、アげアげコ長男の考案者、ぐんぐに言うヤネコさんのスピーチですうわ。女マルチタレントや、カタカナ5文字に下の名前ついてる人は絶対女マルチタレントって相場が決まってんねん。去年のナエポポタンポポに近い何かを作れば対象を取れると思ったので作りました。正直やな。対象に選ばれたと分かった瞬間、私の心は。 や,やっ,っ,っ,ぽっ,ぽっぽたやった列車出ッポーティで知らんやつ増やすなお前は今日限りでこのパーティーをクビだそんなお前はパーティーから抜けてもらうどうしてすまんがもうこれは決定事項なんだおいなぜだよ頼むから理由だけ教えてくれないか理由か頼むよ聞いても後悔しないなああ、絶対にしないお前がこのパーティーをクビになる理由は弱いからだ順当 だってそれもいや、戦士ぞ、我。戦士やのに攻撃力低いから困っとんねん。そんな弱くないやろ、私の剣の攻撃回復専門の僧侶が拳で殴った時より弱かったよ。いや、でもさ、私は前線に立ってんねん。戦士って攻撃だけじゃないから。 守るのも大事事なな仕事や守れれてないねあ<れ>もう争いはやめようよって魔物に語りかけてるだけやそういうの大事やん僧侶が拳を出せる距離にいる時点で守りきれてないから確かに敵の近くで演説してるだけの人になり下がってるからでもこういうのって実はこっそり仲間に強くなる魔法をかけててクビになった途端パーティーが弱くなるのがお約束じゃんそうなのか違う違うんから魔法を使えないからなちょっと期待して損したわいやーこれから頑張るからさ頑張って強くなるから 今に見てね、あと、いびきがうるさすぎるね。いびき。正直こっちが本命や。弱いのは辛うじてよしとしても、いびきが許せへんのよ。いびきの音がでかすぎてみんな寝れへんねん。私は寝れてるけど。お前以外が寝れてないね。ああ、今日も学校楽しかったー。あ、近所のおばあちゃんや。おかえり。あ、えっと、ただいま、こ、こんにちは。なあな少年よ。はい。何ですか。なぜさっきただいまと言いかけて、こんにちはと言い直したんじゃいや、 えっと、ただいまはなんか違うかなって。わしがお帰りと言うたんじゃから、ただいまっていうのが正解ではないのかああ、なんというか。君は家に帰って、親にお帰りと言われた時、こんにちはと返すんじゃな。それは違うんですけど。じゃあ、親からのお帰りとわしからのお帰りの違いはどこから来とるんじゃあのー、時間か場所かそれとも相手との関係性かえっと、急たま踏したんですかたぎる。たぎらないでください。少年、すまなかった。本当になんですか実はわしは、 下校中の子供にお帰りと話しかけ、それにどう返したらいいかわからず困る姿を楽しむのが趣味なんじゃ。一緒。わかるぞ、少年。近所からのお帰りは、こんにちはで返したらいいのか、それとも、ただいまで返したらいいのか、極めて微妙なラインにあるんじゃ。はあ、こんにちははお帰りに対するアンサーになっていない気がするし、ただいまは目上の人に使うにはあまりにもため口感が強すぎる。こんにちはかただいまか。 その葛藤を見ることでしか得られない栄養があるんじゃないよカルシウムと言ってな牛乳とかで取れるよそれとうとう中学生かー来週から授業やなあれやもんな中学1年生は小学7年生って先生よく言うもんな言わんよ言うとしたら小学6年生は中学0年生ちゃうかなそうやったっけ初めて聞いたわ中1も小学生気分でいけよーのタイプ罠教師やったんかな罠教師いやそんなことよりさ いや、まだ見てないけど。小学生と中学生で時間割りこんな変わるんやと思って。そんな変わるんびっくりびっくりすんね繰り返すタイプのオノマトペちゃうよ、それ。じゃあ聞いててな。ああ、うん。えっと、月曜日が、国語国語数学数学国語数学。びっくりびっくりやわ。やろそんな最悪な時間割り存在するんや。で火曜日が、図工図工総合総合学活学活 <laughs> びっくりびっくりやわ。最高かよ。最高やな。月曜日の憂鬱を取り返せそうやわ。 そゃ無理ちゃう自公とか中学でも存在するんやで水曜日がああ英語中国語ロシア語スペイン語フランス語日本語地獄かワールドワイドやねせめて一日に多言語を詰め込まんといてくれる日,、ね、日本語は国語や木曜日がプール国語プール国語プール国語絶対寝かせるまんや木曜は楽しそうやなプールの後の国語なんか一番眠たいんやあから当たり曜日やわこれオールシーズン週1でプールあんの最後に金曜日が ががが社会、4が理科で、こんな大学生みたいな時間割あるんや新入社員の皆さんうちに入社してくれてありがとうございますここからは人事担当である私がお話しした入社式ってこんな感じなんやみんなこの会社で生き残りたいか入社式ってそんな感じなんやうおーっと言ってくださいうおーというわけで皆さんにはこの会社で生き残るために一をお伝えしようと思います一つで稼をすることあるんやそれはずバり ほうれん草です聞かれても。記号を間違えました。そんなことあるんや。うちの会社では、ほうれん草を大切にしています。あー聞いたことあるな。報告、連絡、相談のなので,でうちのビルの屋上は野菜を育てる環境が整っており、んそこでたくさんのほうれん草を育てています。あ、ほんまに野菜のほうれん草なんや。皆さんもほうれん草を大切に育てます育てても仕事には関係ないんやんな。育てた量であなたたちの役職が決まりますめちゃくちゃ関係あった。怖っ。また、食堂の昼食では、 ほうれん草のおひたしを食べられる。それはみんな必死に育ててるやろし、無限に余ってるやろな。食べた量でもあなたたちの役職が減る。無限に余ってはなさそうやな。というわけで皆さん、ほうれん草を大切にしてください、ね。ほうれん草嫌いになりそうやわ。報告、連絡、相談は適当でいいです。クソ会社や。あ、でも、賃金低下、言論統制、採用取り消しは積極的に行っています。あ、チンゲンを大切にしている。それでは、中継がつながっております。現場の私ちゃーん。カニ電池って微妙くない え炭酸と炭酸はめちゃくちゃ使うやん山の私さんちもなんかボルトとかアンペアとか強さや始まってますよ中継はにはな名前の響きもちょっとダサいもんなはにって聞こえてますでしょうかはいはいよかった山の私ですよくないけどこちら大変にぎわっておりますそちら何のイベントでしょうか分けて何も見えませんあれそちらこちらではではすすね<っ>イベントが行われています何のイベントですか 楽しいイベントですね。具体的に教えてください。期待は楽しいイベントで溢れています。具体的にお願いします。右膝、あ、ごめんなさい。すみません。右膝。右膝がなんなんですか。気になるよ。白熱してますが、すみません。なんか格闘技ですかね。右膝と左膝が同時には、はい、何でしょうか。はい、同時に両膝で攻撃したんですか。ジャンプしてこう、屈伸して。はい、ああ、そうですね。にぎわってます。 にぎあいでますよあの戦ってるんですかね右膝と左膝が戦っております右膝と左膝が戦ってるんですか右膝と左膝が揺れながら激しい攻防を繰り広げています揺るるなそれ想像におせ伝えるという仕事を放棄しないでください思ったよりにぎあげます足ガク,ガクの人が両膝を擦り合わせてるイメージしかできませんけど3人はマジで嫌勝手に終わる